はい、どうも、ケイケです。今回はですね、先日、レインボーシックスシージにね、新しいパッチノートが、ね、適用されたんで、それについてちょっとお話ししていこうかなと思います。イヤー4のシーズン 4.3 のパッチになるんですかね。それで、ね、結構いろいろ変更点があって、多分ご存知の方も多いんですけど、それについてちょっと見ていこうかなと思います。まず、基本的にはオペレーターのね、強化と弱体化、あと、ほぼ全武器の ADS 速度の増加。あと入ってるのは、クイックマッチ、カジュアルプレイのマップが変更されましたよっていうのが、主な変更点になりますね。それともう一つね、ちょっと面白い、確定事項ではないんですけど、ちょっと面白い情報があったんで、それも見ていこうかなと思います。ちなみに、キャッスルと銀行に関する話になります。で、まず、結構いろいろ、公式から公開されてるのとして、毎シーズン、マイパッチ恒例なのかな、そのオペレーターの人気度とか勝率が表になっているのが出てるんですけど、ピック率が高いオペレーターは勝率上がりも下がりもするんで、ちょっと何とも言えないですけど、攻撃側だとアッシュ・ゾヒュア・ジャッカルとか、そういうやっぱ戦闘力の高いやつがピック率が高くて、防衛側だとイエーガーがトップクラスで、次にリージョンやバルキリー、あとはイエーガーとかミラみたいな、こう戦術的に必要ですよみたいなのが多かったのかな。ちなみにタチャンカが入るとどのぐらい勝率が下がりますよみたいなのが、タチャンカだけマイナス5%あって、ちょっとひどい扱いを受けてますね。ちなみに新オペレーターの狩りはピック率も低いし、勝率もちょっと低いっていう形になってます。そもそもまだ研究も進んでないっていうのもあるんじゃないかなと。あと、ワマイの方に関しては、ピック率も勝率もちょっと低めのところに入ってますけど、別にそんな悪い値ではないのかなと。標準、一般的なところなんで、全然これからね、家側みたいにやっぱガジェットも似てるし、武器も強いんでね、足にですけど、これからピック率とか上がっていくんじゃないかなとは思いますね。多分その解放してない人もいると思いますし、オペレーターのピック率は多分そんな感じですかね。ちなみにバンは攻撃側はジャッカルがダントツで、それ以外はね、ブラックビアードとかサッチャー、あとモンターニュとヌマドとかがちょこちょこ入ってますよと。で、防衛はもうミラとエコーがダントツっていう感じですね。で、それ以外に結構いろいろ入ってるんですけど、武器の ADS 速度が全体的に遅くなってるんですけど、ブラックビアードに関しては、アングルグリップをつけると、他の武器よりも速くなるそうです。これはね、結構具体的な数字が公式から発表されてます。シールドなし、アングルありだと、0.18秒。シールドありのグリップ関係なしだと、0.8秒。アングルありのシールドありだと0.64秒。なんで、どれも、シールドをつけるととにかくめちゃくちゃ遅いですけど、シールドなしのアングルありは普通に結構早いですよと。0.18秒なんで、その変更前よりも速くなるのかな。変更前と同じなのかな、ブラックビアードは。で、それ以外には、エコーがトッケビに対するアンチオペレーターになってたんですけど、それがなくなって、トッケビでエコーに対してアンチができますよ、メタがかかりますよという風になってますね。あと結構みんな注目してるのは、マエストロの LMG からね、英国がなくなりましたと。で、それ以外あんまり目立ったあれではないんですけど、結構みんなが注目してるのは、イエーガーの武器がダメージが5下がって弱体化と、43から38に下がってますけど。それ以外は、エラーが、最初の16発、リコイルが弱くなったんで、最初の16発は扱いやすくなって、それ以外、その後のリコイルは現在とほぼ変わんないと。あと、フィンカと、ノックとスモークの、それぞれ武器がね、火力が上がってます。ダメージが上がってます。あと、インのカンデラが、使いやすくなってますよっていうやつですね。イン結構ね、遊撃潰しにも使えるし、現地に侵入するときも割とね、使いやすいんで、インが使いやすくなったっていうのはね、程よい調整じゃないかなと思います。そんな特段強いわけでもないんでね。ちなみに、次の弱体化の対象として名前が上がってるもの、確定ではないんですけど、次の弱体化、こいつとかをどうにかしたいなって言ってるのは、リージョンらしいです。リージョンはやっぱね、何でもできるし、ピック率も高いし、ストレスもひどいと。で、開発側はね、それをちょっとどうにか調整したいなっていう風に言ってるそうですね。なんで、次とかその次あたりでリージョンとかがね、弱体化入るかもしれないですね。あと、公式が他に言ってることとしては、キャッスル、タチャンカ、フューズ、このあたりがね、ちょっと使いどころが、偏っている、上位でしか見られない、下位でしか見られないとか、そういう、あんまりね、立ち位置が良くないなって開発は思ってるらしくて、そいつらの調整も一応検討には入れてるそうです。ちなみに、先週か先々週ぐらいのテストサーバーからの変更点だと、セカンダリー SMG サブ
武器の SMG がもともと 0.10秒から 0.35 秒に ADS 速度変更されますよってなってたんですけど、まあさすがにそれ遅すぎるだろうってことで 0.275 秒となってるそうです。ちなみにメインの SMG は 0.20 から 0.30 になってるんで、まあメインの SMG よりもやっぱ火力とか低かったりリコイルが難しい武器が多いんで、それに比べて ADS 速度が速くなってますね。まあそれはね、セカンダリ SMG ってまあマシンピストルなのに、なんで普通の SMG より ADS 遅いんだよってなるよね、ちょっと。リアルに考えて。まあまあ、なんでこれはね、いい変更点じゃないかなと思いますね。あと、カジュアルマッチ。まあ、ランクしかやらない人は関係ないですけど、まあ、カジュアルやる人に関係あるのとしては、オレゴンと山荘と要塞が追加されて、タワー、ファベーラ、アウトバックが消されましたよと。まあ、正直カジュアルはね、なんか常に全マップでいいんじゃないのって個人的には思いますけど、まあ、運営側はそういう風にね、こう、マップを入れ替え入れ替えしてるみたいですね。最後の話になるんですけど、まあ、これ確定事項ではなく、なんだろう、噂とか、あくまでその、推測とかなんですけど、銀行とキャッスルがそれぞれリワークされるんじゃないかっていう風に言われてます。っていうのも、まあ、レインボーシックスシージのインスタグラムの公式アカウントがあるんですけど、まあ、それがね、謎な画像とともに、これまでどれくらい銀行での攻撃成功しましたかっていうメッセージという風に投稿されたらしくて、まあ、その画像っていうのがね、結構意味深なものだったらしくて、クレジットカードとスマートフォンが載ってるんですけど、これに出てくるプレステージナショナルバンク、これはまあ銀行のことを指してて、で、ここに名前書いてるんですけど、これキャッスルの本名らしいですね。マイルズ・キャンベルか。マイルズ・キャンベルがキャッスルの本名だと。で、だからまあここの時点でまあそもそも銀行とキャッスルそれぞれを表してますよと。で、カードの有効期限これ9月20ってなってるんですけど、あ、9月20じゃない、これ2020の9月ってなってるんですけど、まあ、これキャッスルの誕生日が9月20日、9月20らしいんですよ。だからそこにかけてるんじゃないのみたいな推測がされてて、それとスマートフォンにキャッスル UTP1 ってあるんですけど、キャッスルのあのメインガジェット、あれ、ユニバーサルタクティカルパネルっていうらしいんですよ。まあ、だから実質このスマートフォンは、まあ、キャッスルのメインガジェットを表してますよと。まあ、なんだろうな。銀行で攻撃どんぐらい成功させたかっていう文字と一緒に、まあ、銀行の文字と、キャッスルに関わるいろんな情報というか、まあ、キャッスルを連想させるような文字列がたくさん載ってると。まあ、これは、ま、公式からの、こいつになんか手を加えるぜっていうメッセージなんじゃないかっていう風な推測がね、立てられてるところですね。まあ、やっぱキャッスル、上位の e スポーツとかだと見られる場面多いですけど、なんだろう、ノラとかだと、まあ、あんまり使い方も難しいし、味方に剥がされることも多いよね、みたいな。だから、ま、キャッスルはちょっとね、もうちょっと使いやすくしたりするリワークが必要なんじゃないかっていう話もあって、まあ、キャッスルと銀行両方ともねリワークされるのかもしれないっていう噂が立ってますね。キャッスル結構ねやっぱ野良で使ってて、うわこいつ邪魔だってなることあるし、自分でキャッスル使うとしてもやっぱちょっとね味方に邪魔にならないかつ敵の進行を妨げるみたいな、やっぱ結構まあ車線隠したいところもあるけど、まあ難しいところなんで、まあねキャッスルがもしリワークされるんだったらそれは結構ね個人的にはありがたいかなと。まあチームでやる人は別にいいですけど、野良メインの人だとね結構難しいんじゃないかなと思います。まあ銀行に関してはね別にそんな守りが強いとは言われてますけど、まあ割と個人的には結構好きなんで、まあリワーク入ったら入ったで、まあ面白いかなって感じですけど、そのままでも別にいいかなっていう感じですね。はい、という感じですね。まあ結構、なんだろうな、ADS 速度の変更とかは、攻撃側がね、割と不利になりやすいんじゃないですかね。まあ攻撃は、リスキルしてくるやつに対して、走ってる時に対応しづらくなりますし、ADS が遅くなると。あとシンプルに、こう、決め打ちとかもね、もう覗き込みながら決め打ちする人とか多分いると思うんですけど、そういうのもやっぱやりづらくなるんで、まあ、結構防衛側よりも攻撃側の方がねこの ADS 速度の変更の影響を受けやすいんじゃないかなと思います。まあ、ただそれによってねこう作戦のない突、まあ、ラッシュがねやりづらくなるんで、まあ、ラッシュがやりづらくなるっていう戦略性の低下はありますけど、まあ、エイムでゴリ押すっていうことを減らして、まあ、よりタクティカルなゲームをやってほしいっていう公式からのメッセージなのかなと思いますね。まあ、てかなんかそもそも噂によると、エンバーライズ以前の ADS 速度は、そもそもこの新しい ADS 速度と同じらしいんで、遅くしたっていうよりかは元に戻したっていう表現の方が正しいらしいです。まあ、結構、なんだろうな、あんまり地味ではない、結構みんなが気にするようなアップデート内容が多かったんでね。結構面白い調整ではないかなと個人的には思います。別にね、私はそんなアップデート、
とか来ても嫌だなとか思うこと基本ないんで、まあむしろ陰徳が使いやすくなったりして、そういうオペレーターの調整はね、嬉しいんでね、全然今後のレインボーシックスシージにも期待が高まるかなと思います。まあってことで今回はこんな感じで終わろうかなと思います。さらば。